次は才能、どうも、キッシーです。はい、ということで今回の動画なんですけれども、キッシーのシャワールーティン、イエーイ。はい、ということで、僕のシャワールーティンをですね、ナレーションをつけて解説していきたいと思います。で、この日はですね、まあ、仕事もなくて1日編集をしておりました。で、だいたい休みの日ですと、まあめちゃくちゃ早く寝る日とかめちゃくちゃ遅い日とかいろいろあるんですけど、この日はちょっと早めに寝ようということで11時半ぐらいにお風呂に入ろうっていう感じでございました。で、シャワーがですね、台所みたいなところと連結しておりまして、まあ、こんな感じで台所で脱ぐという仕組みになっております。はい、で、今はね、メガネかけてるんですけれども、だいたいコンタクトをつけたまま、シャワーは浴びていくことが多いです。で、まずはね、こうやって髪を湯洗いするところから始まりますが、湯洗い結構時間かけます。僕はまあだいたい 3,4 分ぐらいお目処にやっていきます。で、シャンプーを手に取るわけですけれども、はい、あ、ね、無駄にちょっとエフェクトかけましたが、先に泡立ててから頭にのせます。で、ちょっと泡立ち足りないときはこう髪の表面でこうやって泡立てて、で、こう頭皮を洗っていくっていう感じでいつも洗ってます。で、これもね、だいたい 3,4 分ぐらいかな。結構割と長めにシャンプーはやっていきます。もうちょいでなくなりそうです。はい、出ました、バルクオームでございます。これ先に紹介するべきだったんですけどね、何使ってるかっていうのは。で、こうやってシャワーの温度を見つつ、適温になったら洗い流していきます。で、この洗い流すっていうのが僕一番実は時間かけていて、これがね、 4,5 分長い時はかかる時があります。で、やっぱりこう洗剤がね、頭皮に残っていると、まあ、毛穴を塞いだりして危ないので、ここは慎重にやってます。で、実はですね、金髪にしてからこれフィーノのヘアマスク、これをね、使ってます。で、これはね、結構強いトリートメントなので、一応ね、週2回程度お目処にやってくださいっていうことなんで、まあ、ちょっと毛穴にかかるのも怖いんで、なるべく頭皮につかないようにこうやって塗っていきます。で、これはね、もうさっと塗って、で、あとはつけ込むっていう作業が出てくるんで、その間に顔を洗います。で、手についたトリートメントを洗い流して、その後顔を洗っていきます。で、使う洗顔フォームがこちら、パーフェクトホイップでございます。もうずっとこれを使ってます。で、今カメラでは映ってないんですけれども、今シャワーの水をトントントンって手にやって、水を含ませてからこのように泡立てております。この手で泡立てるっていうのが実は僕のめちゃくちゃ特技だったりするっていうね。はい、余計な情報はさておいて、この泡でこうやって顔を洗っていきます。で、その泡を使って今度はね、ヒゲ剃りをしていきます。で、ヒゲ剃りに関しては別に特別なことをしてるとかってないんですけれども、まあ剃り残しのないように、いろんな方向に向かってこうやってカミソリを向けて剃っていくっていう感じでやってます。で、あんまりね、僕肌が強いのか弱いのか分かんないんですけども、毎回血が出るんで、あんまりヒゲ剃りはね、毎日っていうのはしてないです。で、それが終わったら今度、顔の泡と頭のトリートメントを流していくっていう作業に入ります。で、これがね、結構慎重にやっているところで、なんか最近トリートメントをし始めてからね、なんかね、ちょっとやっぱり頭皮が脂ぎってる感じがするんで、それに気づいてからは結構長めにここもやってます。で、それが終わったら今度ボディーソープで体を洗っていきます。で、洗う順番はね、まあ上から下にっていうことなので、まあ上からなんですけど、大体ね、左腕から洗っていって、首いって、で、右腕っていう感じでやってますね。で、僕ね、全部手でやるんです。赤剃りタオルは使わないんです。やっぱ肌を痛めちゃうんで、全部手でやってます。なので、脇とかチブとかに関しては赤剃りタオル使わないんで、結構念入りにやってます。じゃあ足はどうなんだって話なんですけど、実はですね、僕足に関してはですね、ボディーソープじゃなくてこの石鹸で洗ってます。まあ洗浄力が強いっていうのと、あとね、網があるんで、それでちょっと強めに洗ったりもしてます。で、ちなみになんですけれども、赤すりタオルはあるんです。あるんですけれども、デート前のシャワーに使ってます。はい、なのでその赤すりタオルは3年間使ってません。はい、ということで、まあ余計な情報はさておいて、洗い流していくっていう作業に入ります。で、これに関しては別に特別なことをしてるわけではないので、まあただただ洗い流していくっていう感じです。まあぬめりがないようにっていう感じでね、慎重にやってます。
で完全に余談なんですけれども、まあ、寒い日なんかはですねおシャワーをずーっと流しっぱなしでやってます。で今日もちょっと寒かったんで長めにシャワーを出して洗ってました。ということでシャワーに関してはだいたい10分から15分ですね。で寒い日はもうちょっと伸びたりもします。はい、でシャワーが終わったらこれドンキで買ったあのなんていうの、珪藻土っていうのかな、はい、結構前に買ったんですけどそこに乗ってこうやってタオルで拭くっていう作業です。まあ、お風呂場にねちょっとタオルを置けないんでここでいつも体を拭いてるんで冬場とかはねめちゃくちゃ寒いんですよ。ここで実はねこの撮影した日っていうのが春なんですけれどもちょっと寒かったんでもう先に服も着ちゃってでこうやってドライヤーをかけていくっていう感じにしています。まあ、それはね暑さによっていつも変わってるんですけどもまあドライヤーをかけていくと。でまあ見ていただくと分かる通り初めはねちょっと黒い部分がちょっと目立つかなっていう感じなんですけれどもこうドライヤーをかけていくにつれてどん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 金の部分が増えていくのでその様子をご覧ください。はい、でちなみになんですけれども僕ドライヤーはねもう 100% で乾かすようにしてます。これはねまあある美容師さんの助言というか金言なんですけれどもなるべく完全乾燥の方が髪質が良くなるっていうことなんで、はい、そういう風にしてます。でこうやって化粧水です。これは肌ラボの化粧水だったかな、ヒアルロン酸の入ってるやつ、これを塗っていきます。でちょっと軽くねマッサージをしたりとかしながらこうリフトアップアンチエイジングって思いながらやってます。顔やばいな、これやばなんちゅう顔してんのまあ今気づいたけど、まあそんな感じでマッサージをしながら化粧水をやってで最後乳液をつけるっていう感じです。乳液は実はこう最近やり始めたんですけどさすがにね年取ってきてシミとかも増えてきたんでちゃんと乳液もやろうってことで乳液も始めてます。はい、結構毎日やってます。実はなんか何気にね僕もちゃんと肌のケアしてるんですよっていうところです。で余ったやつは手に塗るっていうことですね。はい、で最後ちょっと水を飲みます。まあだいたいね1回に飲む水の量は 1,2,3 口ぐらいかな。はい、飲んでます。で僕の好きなのはもう南アルプスの天然水なんでだいたいそれです。でバイバイ、おやすみなさいという感じでございました。ということで以上僕のシャワールーティンをお届けいたしました。参考になったなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。